まずはこの方から参ります。相馬伊藤を演じられました小林蓮さんです。相馬伊藤を演じました小林蓮です。本日はお越しいただき本当にありがとうございます。なかなかイベントができない状態での今回舞台挨拶ということで、こうして直接お客様にこうお会いできるのが本当に嬉しいです。短い時間ですが、楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。あれ、小前蓮さん実は初挑戦で、しかも9ヶ月のトレーニングだって聞いたんですけれども、はい、実際どうでしたか、三味線をやられてみて。そうですね、もうすっごく難しかったので、途中もやめてやろうって時があったんですけど、でもなんとか9ヶ月間で練習できました。はい、こうご自分がまあ演奏されてるシーンを含めまして、映画ご覧になっていかがでしたか。はい、そうですね、でも本当にメンバーが個性豊かな皆さんで、私も小坂さんのシーンにすごい笑ってしまって、ね、実は昨日見に行ったんだよね。そうです、昨日劇場に見に行ったんですけど、見に行ったらしいですよ。どこかの劇場で見てたんですけど、本当に最高の優越感だったでしょ。優越感、そうですね、やったと思って、ね、はい、見てました。以上をもちまして映画糸道の公開記念舞台挨拶を終了いたします。監督、キャストの皆さんでした。ありがとうございました。じゃ中島さんからおすすめください。